特にその竹美さんがそのセカンドシアターでやるっていうのをようオッケー出したなっていう。あ、それほんまにあれやろ、そのセカンドシアターでやって7月8日、はい、9日そうです、ここナンバーグランド花月の地下でやる、はい、あの、はい、セカンドシアターにあるもうあっちでからちょっとあれのやつやろそうです、そうです、そうですよ、その話で7月8日9日のやつやろ。そうですよ、その大人2000円で子供1000円のやつやろ。そうです、そうですよ、知ってる、知ってる、知ってるチャンネル出んねん、出るんでしょメインで。うん、で何だっけ、いやだから、うん、そのそこにね、うん、まあいよいよそのこのチラシにも、うん、いよいよ山が動いたみたいな、そう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 、あんまり興味なさそうでしたもん、そういうのに。でもご自分でイベントをやろうとかいろいろね、なんか画策してはったのは知ってるんですよ、うん、だその話はいろいろ前から聞いてたんで、たじみさんもイベントをされる、でもなんか結局このコロナでね、そうそうそう、いろいろできなかったっていうのもあったりとかしてたけど、うん、でもあセカンドシアターで、あニーナ君とやんねんやって、でも諸見里君とやんのかなと思ったら初め、うん、それね、コロナ、ほんまコロナ前やね、はい、当時の新喜劇の偉いさんに、はい、お前単独をやれって言ってくれはって、はい、でその時も俺はもうニーナ君とやるって言ってた。あ、そうなんすか。コロナ前から、だからニーナ君にも力貸してくれって言ってて、ほんだじゃあいろいろ打ち合わせしていこうかぐらいでコロナ入ってもうて、もうああそうやったんですか。うん、亡くなってもうたけど。じゃあ結構ずいぶん長い、まあその仲の仲仲良しは、うん、ああ、うん、なんかあまり僕はそのニーナ君とこれ先、まあまあ前回ずっとやらせてもらってて、うん、あんまたくみさんのワードが入ってきてなかったから、うん、あんま逆に僕に気遣ってた。あれちょっと待って、片思いの可能性ある。あるかもしれない。うわ、いやそんなことないと。え、今回のそのまあやるはるにはニーナ君からのお声やったんですか。一緒やりましょうよ、たきみさんっていう。そうのように記憶してんねんけどね。え、ふう。だからその時もこう飲みながら、まあ俺はまあもしセカンドシアターやらせてもらうようなことがあれば、もう絶対ニーナ君やなっていうのは俺は思って。てはい、んでなんかニーナ君がなんかいつか武井さんちょっとセカンドシアターやりませんかみたいな感じで言ってくれて、はい、あ俺ニーナ君とやったら、やらしてもらおうかなみたいな、はい、あほんなら分かりました言うときますわおみたいな感じで、はい、あ OK ほんなら分かった分かったっていう会話があってもわーもうそれで終わり、それでその日終わって、はい、ほんなら何日か後かに俺のマネージャーさんから連絡来て、はい、たきみさんがセカンドシアターのリーダーをやっていただけるっていう噂を聞きつけまして、はい、山が動いたって会議で、新劇社員会議でざわついてますけど、これは本当なんですか。何をやっても動かなかったような男が、そうでもないけどっていう感じです。山が動いたってだから、いや、ちょっと武見さんなんかやってください。いや、もう、そういうの興味ない、ね。そんなんじゃない。なるじゃないですか、あれ山が動いたは、うん。そこまでじゃないねんけどね、別に。だからでも、あの山が動いたっていうのは、うん、だから逆にそんな感じがして、うん、なんか周りがそんなに騒いでるだけで、うん、別に俺絶対嫌いで、ね、触らんも絶対やらんっていうのもないし、はいはいはい、なんか手上げてなかっただけっていう感じやねんけどね、別に。大島くんにやろうって言われたけど、ちょっと大島とはごめんって言った。それはいいと思う。大島君って相手選ばんやっちゃな。むちゃくちゃやで、ね、なんかな、大島君珍しい。大島君も今度言ってんかな。一人でいいですよ、一、うんうん、人でやりますよ、うん、一人でやるよね、はいはい、むちゃくちゃ大変やと思いますもん。そうですね、だってもう責任が全部自分だし、うん、特にセカンドシアターで4回か数が多いですからね、うん、いやもう大変だと思いますけど、まあでも大島君とか一番いいチャレンジかもしれないですけどね。あ、そうなと思いますよ。大島君なんてだから僕らの先に入ってた新規に、うん、たくさんいろいろ見てきてるじゃないですか、うん、あんまりイベントをやってるイメージじゃないんで、一人でなんか大島君がやってるとかってあんまりイメージないから、うん、一人でやるって責任持ってやるっていうのはすごいことやなとは思いますけどね。あ、でもこういうお話をしてたら、うん、次自分がね、この一回のことやりますけど、うん、あ、こういうこと気をつけなあかんと無茶苦茶思うんですね。まあ、例えばね、はい、もう皆さんめちゃくちゃ滑りましたけど、はい、次の回も、はい、笑顔でいきましょうの方がまだまだ良くない。いや、うん、まだいいけど、うん、やべえなこの回、正直もう台本の段階からやばいと思ってました。
と2回もあります。いや、打ち合わせ行った後2回もありません。あと2回もあります。いや、こっちの地獄やからそれも。皆様、はい、おもんない台本よろしくお願いします。いやもう声大きいて素晴らしい武器。何が声大きくて滑舌いいは本当に素晴らしい武器ですよ。どういうこと？今今あ今あ、はい、ほんまに、はい、シドロモドロになってないもん。語気の強さ。メッセージが強い。あ、いや素晴らしいと思います。ちょっとこのコーナーでいきたいと思います。リコメンデーションズウィー。このコーナーゲストの方のお写真を紹介するコーナーでございますね。あちらの大きいモニターにご注目ください。まず1枚をご注目ください。と、はい、え、見てよこれ。え、人生初。え、今あるんですか？今もうないですよ。ないないない。嘘ばっかりいいなよ。あ、ちょっとあれ触った感じも。あ、ここ。うん、ちょっとあの開いてちゃんと。いやいやいや、え、ここ。うん、ちゃんと開いて。あ、でもあの写るかお前。写ってます写ってます。写真ほどやないですけど。うん、あ、あるある。だいぶ治ってきたけど、あのただね、本当申し訳ないですけど、うん、全体的な白毛がひどすぎて、うん、そのこのここまでドンといってる感じが、うん、そこまでわかんないです。でもほんまつい1ヶ月ぐらい前、ほんで、うん、でも治ってきてます。そうだったら、あ、ほんまに治ってきてる、はい、急にえストレスとかあったってことですか？徐々にできてきたなじゃなくて、はい、ある日奥さんにこうやってソファー座ってて、あれあれ、ええ、何これって言って、こんな感じ、ね、写真撮ってもらったらこんな感じやって、はぇ、原因不明。え、でご自分的に、うん、だってこういうのって円形脱毛症とかはやっぱり悩みあったりとか、うん、ストレスとして感じたりとか、うん、いろいろ環境の変化だったりとかあるじゃないですか、うんうん、ご自分的には、うん、なんかその思い当たる節はあるんですか？全くない、全くないねんけど、そのあるあるやあるやけど、全くないねんけど、ないねんけど、けどある人が言うには、はい、円形脱毛症の原因は 100% ストレスやねんて。いや、そうでしょ、うん、でも全くない。引っ越しとか、あ、楽しかった。へえ、うん、物件探しからいろんななんか家買うために資料とか、うん、酔っ払って失態を犯すたびに、うん、すいませんでした、すいません、昨日ごめんなさいって謝るたんびに土下座するやつな、はい、あ、別にポーズやから。言うてまうんかい。うん、はぁ、いや結構しっかりしてますね。そうやね、だから一時期あれ、あのマスカラ、はいはいはい、で塗ってた。分からんけど、もうええかなぁ思って、円形でも、いや円形はまあまあリアルによ、どっちやろうと思って引くんかな、あの人もいろいろあんねんなってなんのか、なんでお前みたいなやつが円形脱毛症できんねんと見てもらえるのか。ああ、うん、でもまあでも全部今戻ってきてますよ。あ、ほんまに、はい、そんなことよりも頭皮すっかすかいな俺。いや相変わらず、いや本当にまあ、誰が言うてんねんと思われるかもしれないですけど、うん、ほんまですよな、はい、やんなるわ本当に。でまあでも、うん、僕のタイプとちょっとちゃうじゃないですか、うん、そうやろな、僕はもう完全にもうこっから後ろが来ましたし、うん、はい、俺ちょっと理想としては、はい、もうあそこつながって、あそこちょっと変な陸があるから、はい、海の部分が目をつかけて、ここをこうね、そうそうそう、あの陸がなくなってしまえばええのになっていうのは思うけどな、はいはい、せめてご自分の頭で例えてもらっていいですか？写真で言われてもらっていいですか？はいはい、写真で言われてもここをね、うん、ここはこうズドンと、うん、そう、もうズドンとこう繋がってしまえば、はい、船も行きやすくなるやろ。あー、なるほど、ってなってきたら最終僕の逃げやすくなるんですよ。ほんまやな。ああ、とは思ってるけどね。でも治ってます今。あ、ほんまに。はい。ああ、よかった。まあまあ薄毛ではあるけど、うん、そのなんかしっかりこそはしてないですけど、うん、多分このままなんちゃうかなと思います。取れてんのかな。取れてます取れてます。いや取れてますし、うん、もうあここかって思いますよ。うん、でも全然、うん、はい、ありがとうございます。また自分で配信見て、あ、大丈夫やなと思うなり、うん、いや、赤やないかいと思うなり、うん、また後日。配信は多分見んやろな、俺。知ってます。うん、もうめんどくさいね。分かってますよ。ご自分の時間の使い方、だから趣味は何なんですか？ほぼないんでしょ？僕は、はい、趣味は、はい、エロ動画。誰が得すんねん、それ。それ、ああ、私もです。ぜひお話聞きたいです、とかなる？エロ動画が趣味なの。
本気のムッツルムッツルやむちゃ笑ってるやん。何おもろいねん。むちゃくちゃ笑ってるやん。何言うてんねん俺。いやいやすごいですね。何がもうだから、いや要はその自分の、うん、まあ息抜きどうのこうの、例えばちょっとこうスポーツ観戦やとか、全くない、音楽が好きやとか、全くない、映画見に行く、ない、本読む、ない、エロ動画見るみたいな。何でしょみたい。すごい。お酒だ。でも、あ、まあ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 そうやな。でもお酒も自分からこうちょっと、ああ飲みに行こうかって言って誘ったりとかすることはありますの？あるあるある。あ、それはあるんですね。うん、いやもうまあこんだけだからエロ動画見たりいい方ちゃいますかもしれんな。エロ動画見たらいい方、ストレスがこんなところに出る人やったらもう刑務所入ったら全部かもしれないな。なんでやねん、なんでやねん、今のなんでおもろいねん。そう来るかと思った今。入院した見れるもんな。入院した見れる。刑務所やもう。いや、おもろかったんだよ。そない笑てへんかったですよ。いや、もう、おもろすぎたらやっぱ笑われへんって。いや、マジで、これマジで。あります？いや、マジで。ありますか？うん。いや、よほど反省して。いや、今のはうまいよ。ほんまっすか？今の、もう誰が言うてんねんやけど。はい。うん、いやいや、誰が言うてんねんと思わないですよ。じゃあ、続きましてのお写真、こちらでございます。どん。これなんですか？アサリ？これはあのレイチェルと、はい、あのラ、言っていいか、まあ言っていいか、まああれやったら切っといてほしい。あ、はい、ランチ食べに行ったんよ。これ下が実際に出てきたやつね。はい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 、はい、であの上が写真があのメニューなんよ。あれ右足が全然ちゃうやん。うん、えわかめも何に、えあの右から2番目の下のやつですよね。2番目の真ん中のやつでしょ。左下の、そう、それでそれでそれで、あ、これでしょ。うん、これがあのメニュー表に載ってたやつで、実際これなんよ。いや、これはあかんわ。そう、あかんわって言って、レイチェルごめんって言って、写真撮ってくれへんよってメニュー立ててもうて、ハマグリや。そう、アサリがほんでハマグリなの。ハマグリのラーメン、はい、79、うん、ちょっとレイチェル写真撮ってくれ言うて、はい、これはひどいわ言うて、まあどこに載せることもないけどな、はい、言うて、はい、バーッと食べてたら麺の下からハマグリワンサカワンサカ出てきてこの麺の下、はい、ハマグリだらけ、で結局そのハマグリの殻を別のとこ写しとったらこの写真以上にハマグリ入ってた。いやちゃんと盛り付けろよって。いや確かに、うん、もっともっとあったハマグリ、あの写真よりも逆にちょっと、味はどうなんですか。美味しい美味しい美味しい、めちゃくちゃいいってなってきたら、うん、むっちゃいい写真ですね。そう、はー、もったいないね。なんかその、なんか、隠しハマグリとかっていうラーメンじゃないですか。隠しハマグリラーメンとかそんな名前じゃないですか。なんでやねんお前。いや、そんなわけないよ。優しい、ちゃんと見てみな、お前。優しいな。もう、むちゃくちゃ出てきた、麺の下から。へー、ちょっとでもそう思ったら食べてみたいですね。うん、ほんで美味しいんでしょ。美味しい美味しい、あのちゃんとハマグリの出汁が出てて、最初ほんま、いやハマグリの量これちょっとあかんで、あ、いや確かにこの感じと思っても、でもパッと見の個数としてはそんな間違ってはないんでしょ。いやいや、ちょっともう一回あのちょっと下げてもらっていいですか。あー、あー少ねえな。ほら、あ、ほんまや、全然だってもうあれ丼に覆い尽くしてるやん、写真は。はいはい、はい、もう数えるぐらいしかないや。だからもうちょっとこう一応載せてたけど全部沈んでしもたとか、うん、そういうことではなくて、分からん。いやもう、いやそれは知らんよ。へえ、やけどワンサが出てきたで、ハマグリ、まだハマグリ出てくるかいうぐらい。ちょっとだからこの人クレーマーやなっていう匂いをあの嗅ぎつけて、あれいろいろ言いそうやなと思って、うん、ちょっとあのメニューとちゃうぞって言って、あ、写真撮って写真撮って、ほらほら見て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 、むちゃ出てこんねん。全部もう手のひらで。ほんで今こうやって YouTube まで言うてくれてる。まだそこまで2個して。そこまで2個して。続きまして。こちらでございます。ドン。あ、目上がしよう。これFM 尼崎で、はい、撮った写真なんですけども、はい、一回そのメダカ師匠に飲みに連れて いただいた時に、はいはい、あのメダカ師匠がお前またラジオやってんのかって言って、はいはい、やらせていただいてます、はい、やめんなよって言って、はい、
絶対続けろ、はい、もう周りに何と言われよう、はい、絶対続けろ、いつか何かあるかなって、はい、森高氏はもうすごいそういうことに関して、うん、この番組何回も出てたら絶対やれるな、もう周りが 何を批判しされようが、はい、何しようが絶対やめな、続けとったらいつか何かあるかな、はい、ほんでもしよかったら俺も渡させてくれへんか、えっ、ー、すごい優しい言ってくれはって、はい、出ていただいた、はい、写真なんですけど、滝見さんがちょっとかがむ必要があったんやろうかっていう、ね、そのこんなん言うたら、ね、こんなん言うたら申し訳ないですけど、うん、わざわざね、そない変わらんでしょ、まあ、ちょっと多少変わるかもしれないですけど、うん、わざわざちょっとこのメダカ氏より下に行く必要性がこのままいい写真ですけどね、面白い、いや俺が高かったらあかんと思ってそういうのはあるんですね、一応あ、なるほど、うん、まあまあ 無の方じゃないですもんね、うん、その当然メダカ師匠なんかはもう、 そう影響力しかないですから、あらゆることでほんまに もちろんノーギャラで出ていただいて、はい、ありがとうございました、ありがとうございましたって、で最後にまた「やめんなよお前、はい」って言い張った半月後ぐらいにラジオ局が潰れてるんですそれはかない、私もね昔出させていただきました、はい、一生懸命続けることができなくなりました、それはでも武見さん自身はなんか別の場合で今 FM なんかスタンド FM とかいろいろあるじゃないですか、うん、そんなんでもうそれよりも飲み系の方がいいって思ってるやんか、飲み系の方がいいって、うん、もう飲まれますか、メダカ師匠のお話でございますね、うんうん、そう本当に、尼崎まで来ていただいて、わざわざ来ていただいて写真、放送局自体が全部なくなっちゃうっていうのは残念ですね、ああ結局何年やってはったんですか、これ13年ぐらいだったかな、すごい、だって進行の時からやってはったでしょ、そう進行入る前から、進行入る前から、入る前からやってた、えやってたってか、やらしもってた、それはどうやってその前から、滝見さんじゃあお願いしますよなるんですか、ほんまに何もない時やねんけど、はい、まあその知り合いから FM 尼崎が DJ を募集するらしいで、あ、はいはいはい、言われて、はい、あ、そうなんいやと思って、はい、FM 尼崎で電話して、はい、すみません、僕吉本の NSC を卒業してるもので、はい、滝見信行というものなんですけど、はいはい、なんかオーディションをやってると聞いたんですけど、はい、僕もオーディション受けさせてもらえませんかって電話して、はいはい、どこでその情報を仕入れたのかわからないですけど、はい、ちょっと難しいかもしれ、少々お待ちくださいみたいな、もうなんか変なやつから電話がやってきたぞみたいな、まあ、まあ歌い文句としてはNSC で言うてるし、武器ないし、芸人なんかな、でも誰も知らんぞと、うん、もう即座に誰かこうやって滝見の雰囲気調べてみる、 NSC24、うん、名前も載ってない、うん、ってなってきて24期で誰がおんねんと言うて、うん、ほんま感じやったと思うねんけど、はい、でじゃあとりあえずその履歴書というか芸歴書みたいな、はい、こんなことやってましたみたいなことを送ってください、はい、ただもうほんまに期待せんといてください、普通はなんかこう大手の事務所にこう、はい、こんなオーディションありますんで来てくださいとかしかこう流してへん情報やのに、はい、なんか一般人のわけわからんやつから連絡来たぞ、はいはいはい、わでもすごい面白いですよね、考えたら、はい、枠をそれで取るっていうのはすごいことじゃないですか、ほんで、はい、分かりましたって言って送って、なんかしばらく1週間後ぐらいかな、一応オーディションだけ来ていただけますか、はいはい、っていう感じで、ああ行きます行きますって言ってオーディション受けて、ほんなら15分の枠ですけど、はい、でコーナーですけど、はい、もしよかったらやっていただけませんか、でもギャラは出せませんよ、はい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 、ああもうさせていただきますって言って、最初15分の番組じゃなくてコーナーだけもらったんです、はい、で15分のうち曲3曲分けんほぼ喋るところないねん、ない15分のうち曲3曲かけんねやで、だからもうだから5分の曲を3曲かけても終わりやし、うん、終わり終わり本来なら、ね、だから2分ぐらいか3分ぐらいの曲をかけるか、途中で切るか、ワンコーラス切るか、切って、おい、うん、だからもうほぼ最初の方喋ってない、一生懸命のおしゃべりでございます、うん、もうできひん、はい、かったけど、
その時もだって新喜劇っていう看板もないから。ないない、何にもない。どうも。滝見信之です。森田信義。ああ。